はい、どうも、なぎです。実はですね、僕の視聴者さんから、とあるメッセージが届きました。ちょっと読みますね。いつも動画楽しく拝見しております。うなちゃんにぜひ見てもらいたいものがあります。ハイカラスクエアのアミーボをスキャンするところの後ろのビルに、スプラトゥーン3を思わせるキャラが気になるので、ぜひ見てくださいと。スプラトゥーン3を連想させるキャラクターがいるという、情報を視聴者さんにね、教えてもらったので、今から、探していきたいと思います。スプラトゥーン3を連想させるキャラクターが後ろの、このアミーボのキャラクターの後ろにあると。なんだろうね。あの砂場じゃないよね。砂が溜まってるのはまた違う。あ、でも工事中だからもしかしたらなんか作ってんのかな。どこから見やすい？キャラクターなんているかな？あれか？え、あれ？違う、あれ塩カラーズだもんね。あ、違う違う。あれはテンタクルズだもんね。あれ、姫ちゃんと言い出したんでしょ？あ、じゃあ塩カラーズかな？こういう時にさ、あれじゃない？ズームモードじゃない？これ。こういう時ズームモード使おう。あ、でも確かに形、あれじゃない？はい、ちょっとね、後ろの画像調べてきたんですけど、7月23日ってね、まだ何かわからないんだよね。一応、フェスの日は7月18日から7月21日で、7月24日は、スプラトゥーンのテンタクルズのライブが、DVD となって、あと BGM ですね。BGM となって、7月24日に発売されるみたいなんですけど、もしかしたら、それの告知なのではないかと。で、やはり、これ姫ちゃんと飯田ちゃんなのではないかと思います。ちょっとね、形は、ね、ちょっと、形は姫ちゃんと飯田ちゃんっぽくないんだけど、もしかしたらフェスだから、なんかちょっとかっこよくなってるんじゃないかなとか、ライブだから髪の毛とかも綺麗になってるんじゃないかなっていう。感じですね。もしかしてスプラトゥーン3のキャラではないのかもしれない。ただ、7月23日に別になんかあるとかは俺知らないから、もしかしたら23日重大発表で新しいキャラクターかもしれない。これは僕もわかりませんが、人間と繋がってないかわからないな。これはちょっと楽しみにしとくべきかもしれませんね。はい。ということで、今回ちょっとね、以上となります。まだ何が本当かわかんないんで、信じないでください。はい。ということでご視聴ありがとうございました。